<laughs> ついになついにだよさあ第3話ねそれねそれやるっていう決意に至ったわけだよねうん方法 うん。だからダンジョンで戦うよりもリスクはあるのかもな。うん。けど前回の手に入れたスキルがあればなんとかなんじゃないまあ、MP の心配とかはあるけど。うん。戦士、商人。うん。いいんじゃないラッシュ。うん。うん。この複数設定できるっていうのが面白いよね、これ。 なんか、味噌というかさ、いろいろ。うん。歩き。うん、ああ、これでオープニングなんだ。なんか、いよいよあれじゃないここで、この盗賊倒せば、あの、ロクサーヌは手に入るんじゃないかな。だからみんな、もうちょっとの我慢だ。<laughs> あの、皆さんがきっと見たいであろう、そのシーンとかまで。<laughs> ロクサーヌさえ手に入れてしまえば、 そこからきっとこの物語は、加速度的に面白くなるはず <laughs>。まあそういうね、まあところも楽しみな作品だけど、普通に本当、まあ前回も言ったけど、異世界もののお話としても、なんかすごく設定とか面白いなって思います。この複数ジョブ設定とかね、いいと思うんだよね。あとこれからこの盗賊と戦うっていうところでね、またどんなお話の展開になるのか。 またここら辺でね、この作品のその評価みたいなのが、また改めてできるポイントなのかなとも思うんだけどね。で、まあ、前回その未来にあったかもしれない話みたいなのあったじゃん。で、あそこでいろんな女の子、このオープニングでもいるから、まあ、この一期って言ったらいいのかな、今回のお話の中で、まあ、全員と出会う物語になっていくのかね。 だとしたらなんか毎回あれ手に入れたら次手に入れたら次みたいな感じのお話にもなりそうな気がするんだけどどうなんだろうかまあその中でまたどういう物語になるかだよねこのままなんか異世界迷宮を潜って戦っていくのかそれともなんか少しはスローライフ的な要素とかも出てくるのかハーレムってあるわけでうん探偵 うん、ジョブは見えるんだね。うん。盗賊探しか。うん。うん、それは素晴らしい。うん。次々とやられてる。うん。ああ、前回そんな話あったよね。うん。ああ、ここに行くのか。 これが北のスラムなのうーん、召喚。ま、さすがにそこはスルーかな今お金貯めてるし。あ <laughs>、これ <laughs> これすごいんだよな。そのダンジョンウォークとかさ。んーうーん。わー。なるほど。もう治安最悪だね。 まあそういうことか。いや、そんなやばいんだね。うん。で、またなんか、一応のあの見た目とか目立つそうだよね。あった明るい時に出てたら、あんな場所。うん、ほう。うんなるほど。まあ、総量がアップしたのか、MP の。うん。 さっきダンジョン行っててよかったってことだね。うん。いやー、これはもう夜になったってことで、あれなんじゃないの盗賊倒しに行くんじゃないうん、カンテラ。えっけら、なんか目立ちそうだけど、この明かりが。うん。 まあ、このね、世界だときっと明かりなんてないだろうからね。普通に街中に。うん。村人。うん。なんかすごいあれだけど。えへ、色目といい。絶対そっち系でしょ。ああ、出たーやるんだ。通って、通って、ここ。ああ。 セクシーなお姉さんがいっぱい。いやー、そしてほんと女の子かわいい。うん。いや、ほんといいよね。いや、作画頑張ってると思うよ、俺、うん。うん。今はね、こっちにあれだよね。目を向けてる場合じゃないから。ロクサーヌ、ロクサーヌ。そうだな。下手なトラブル今巻き込まれたら。うーん。いやけどこれはすごいな。 魅力的だね、うん。俺もこういうのは無理だわ。もう勇気がない。踏み込む。んなんだあ、盗賊もしかして。ああ出たよ。うん。ああ、で、ついていくのか。で、ついていけば、おのずとあれか、仲間もいると。うん。 あーもうカンテラも火も消してるね、うん、いいねこの怪しい雰囲気えー、これ大丈夫かな気づかれてたりしない尾行、うん、おお盗賊だらけおーやりがいあるじゃんうんうん いや、バープいいね。気づかれずに接近できるもんな。うん。ウーゴ。あこいつうん、こいつだったか。よく覚えてんな。うん。はいはい。話が繋がってきたね。あ、ここではまだやらないんだ。 うん、慎重だね、道をも。うん。はああー、なるほど。盗賊の時間。へえー。うん。まあ、そんなにいっぱいいるんだ。え、じゃあ借り放題じゃん。 なんで夜これ取りしらまない取り締まらないんだろうね。うん。うん。なるほど。むしろ自分たちのあれかな、領域というか、あれが増えていいくらいなのかな縄張りが。うん ああ、宿屋の主人。いい人だね。殺人事件。うん。うーん。この間のの、定期率だやつ。うん。デマ。うん。なんかめっちゃいい情報を持ってるね、この人。うんうん。それがウーゴー。 うんうんうんなるほど盗賊たちもいろいろ考えて動いてんだなうん騎士団いや騎士団取り締まっちゃえばいいのにって思っちゃうんだけど <laughs> まあそうはいかないんだろうね うん。うん。話すことになっても。うん。どういうことき <laughs> 来た <laughs> ああ。もう早くね、手に入れたいんだろうね。いや全然映らない。テレビバージョン。くそ。<laughs> 悔しい。 いや、え、ハ <laughs> やば何それかんでんのうんいや早く仲間になってくんねうんバンダナうんバンダナを持って、うん、なんか交渉でも済むのかな話すようなこと言ってて。 どういうことなんだ何をしようとしてるのかわかんない。ああ話しかけたよ。うん。まあ確かに怪しいよね。うん。見せた。うん。うん。欲しいの。 ああ、そういうことか。うん。うん。な旦那。うん、だから同類だと同業者だと思わせてんだね。まず。あで、警戒されずにあれ中に入ろうって混沌 うん。うん。その盗目っていうのが、あれか、追い出した側なのか。これ大丈夫かな待ち伏せとかないか大丈夫中にずらっといないうん。見られたね、武器。うん。 確認わかるのかなこの男。おえいや何、何う金なんか払う気ないのか、うん、うん。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 あ これ戦闘になるじゃん。え取られちゃったのか剣。今、ここ見たけど。うん。まあ、そんなにあれ、貴重なものなんだね。うん。ああ、やっぱ取られたのか。いや、けど全然デュランダルとか出せるんじゃないのこれ。うん。 そこで隙をつくんのか。あすごいね。よく考えたね。<laughs> デュランダル出してる。うん。だ持っててもしょうがないものだから燃やしちゃってもいいってことなんだね。ただこいつにとっては貴重品だからあんを慌てたっていう。ああ、そっかそっか。その手が必要なんだった。で、あれか。この中にいる奴らもやっちゃうのか。このまんま。 この闇夜に乗じて。うん。うん、結構レベル高いの。え、38とか35は高くないのうん。いや、寝首書くんだね。うん。え、もう俺絶対こんなんやれたらすぐ起きるけどね。うん。<laughs> めっちゃ切れ味いいんだな、ほんと。 この剣。普通こんなうまくいかないだろうし。うーん。手も切って。うーん。もう全員皆殺しなわけだな。うわ <laughs> <laughs> あ、うーん。そして女の人のね、あれ声。あ、起きてきちゃったよ。 いやけど大丈夫か寝起きくらいなら。うん、一撃。ああ。うん、剣持ってきて。ああ、けど見えてないんだろうね。あ、もう、無理はしない感じうん。あーそういうことを待ち構えてるのか。 逃げたんじゃなくて。いや、すげえな。頭いいね。道を。完璧じゃん。うん。この4人、5人か。ああ、これであれかな。結構なお金になるのかな。え、そうなの

いや、これ面白い。この設定。<laughs> いやー、すげーな。平然と横に並べてるけど、腕。うん、もうあんなん見たくないわ、俺。あー、何やっぱ少しは。うーん。うん うん。いや、なかなかすごい生き方してるよね。うん。うん。うん。同関係ああ、そういうのもあるの。うん。 意外となんか考えられた作品だねここら辺ほら普通異世界もならさらっと終わらせるところじゃん人を倒したりとかさ監禁とかうんこれで足りるのかじゃんうん当日これでもし足りなかったら終わりってことだね持ってって まあけど、変えるだろうけどね。うん。さあ、ロクサーヌ、ロクサーヌ。<laughs> うん。うん。えああ、最初の人うん。じゃあ、この人に声かけるうん。かけたね。 今の感じ、やっぱ覚えてたのかなああ、そういう感じで話すんだ。うん。はいはいはい。まずはこれね。うん。これ、この間の村長さんみたいな人もやったけどさ、これ普通に出せるんだね、誰でも。これ唱えたら。 うん。さあ、どれくらいになるかなワクワクドキドキの瞬間。うん。うん。だからジョブで一番上に盗賊とかしてたらやばいんだろうな、みちおも。うん。ああ、懸賞金。結構入ってんじゃないその感じ。いやほら、大量じゃん。 うん。な入ってんね、金か。いけるあいけるね。<laughs> よし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 。六三ヌー。待ってろよ。うーん。<laughs> いや、めっちゃ幸せそう。ああ、来たね。どれ召喚召喚んどれ召にうん。うーん。 ってことはあるは、来る来るドキドキだな、これ待ってる間もう。うん。なんであ,あ来たね、ちゃんと。なんかあんのかと思った。うん。ちょっと元気ないかなロクサナさん。えなんだ表情が曇ってるよ。 警戒してんのかなうん。謝らなければ。うん。え、なにまだなんかあんのうん。うん。うん。ですが。 え、そのことそのことでこんなあれなのえ <laughs> めっちゃいい子じゃん。<laughs> ええ<ー笑>、道をも顔面が崩壊してる。え、メロスさ。<laughs> 走れメロスから来てんのか、今のは <laughs>。いやー、ええ子やーあ、契約でもするのかな、これ。 うん、やっぱりああカードになんか刻む感じえ諦めておけばよかったああそういうことうんうん うん。どうなってんのえどこにああ、入ってるね。うん、所有者。うん。まあ、しっかりした商売なんだろうね。この世界では。うん。ああ、見せて。うん。所有奴隷。うん。 うん、いやあ、もうこの音楽といい、なんかすごくハッピーな感じというか。うついになついにだよついに <laughs> もうでっかいのがくっついてるちょっと。もう俺お下品だ、ちょっと慎まないと。いや、この作品どうしても俺な、そういう目で見ちゃうから、もうみんなだってそういう目で見てんでしょ <laughs> 許して。 いやー、こっから、こっからだよ。いや、今回はなかったけどね。来週どうなるか。これがめっちゃ楽しみだね。いやー、もうとりあえず一緒にダンジョン潜るとかそんなことせずさ、まずはコミュニケーション取ってもらいたいね。そしあの、ロクサーヌのあの最初のごめんなさいよ。あれ一体何なのかと思ったけど。 逆にあの話でまた株が上がっちゃうという。うんいやーけど、道をくむけどこれでさ、今思ったんだけど、ロクサーヌ買ったからって、さっきもほら、盗賊を倒してさ、いろいろ考えてたじゃん。自分に対して問いかける感じで、こんなことやってていいのかなみたいな。だから、また買ったは買ったでいいけどさ、これすぐ簡単にあれなんじゃないかな。 ロックサードに手出せなかったりするんじゃない意外と、うん、ウブなところから始まるかもね、関係は。いや、てなるとまだあれかな、来週はそういうのはそこまで見れないかもね。いや、道ちくんには頑張ってほしいな、そこは。一気にステップを踏んで。<laughs> <laughs> そしてもう本当に毎回これ面白いわこのエンディングが。はい、というわけでね今回異世界名誉でハーレムをこちら見させていただいたんですけど、えー、皆さんのこのエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。以上動画2つししましたババイバイ